イドロケベックはカナダケベック州の電力会社。1944年にケベック州政府が設立した発電、送電、配電事業を営む公益事業体である。本社はモントリオールにあり、サービスエリアはケベック州全体である。ハイドロクイベックはケベック州の公用語である、フランス語ではイドロケベックと発音するが英語読みで、 ハイドロケベックと発音されることもある。イドロケベックは60箇所の水力発電所で、ほとんどの電力を賄っており、カナダ最大規模の発電事業者であると同時に、世界最大規模の水力発電事業者でもある。2011年時点の発電所の総合発電能力は35,829メガワットで送電網は411万人を、 カバーしていた。1940年代末から1990年代中頃にかけてベルシミ第一発電所、カリロン発電所、マニック・アウターデス発電所、チャーチルだキ発電所、2機に分けて整備したジェームズ・ワンプロジェクトといった複数の大規模、水力発電所の建設を相次いで行ってきたことで、ケベック州は化石燃料への依存度を抑えてきた。 2009年には、州内で使用される全エネルギーの40.05%を、これらの大規模水力発電所でまかなっているが、発電所の建設と運営は、ケベック州北部に住んでいる、先住民との衝突も引き起こしている。イドロケベックは設立以来、地元での技術開発、低価格な再生可能電力の大規模供給、持続的な設備投資を行ってきたことから、 ケベック州の経済発展において、ほぼ神聖なる存在とされている。気候変動対策で培われてきた、価格競争力のある再生可能電力の需要増加は、イドロケベックの直近の貸借対象表に、好影響を与えている。2008年から2012年の間、ケベック州の電気料金が、北米で低く保たれている功績で株主に8億9000万。 カナダドルの配当を出している。モントリオールライトヒートパワーの河川工事世界恐慌から数年にわたり、ケベック州では電力事業の公営化を求める声が巻き起こった。電力トラストと称される高額で利益を過剰に出している状態に対する批判が多く、あり、30年早くオンタリオ州で電力事業の公有化を実現したアダムベックやアメリカ合衆国で、 ルーズベルト政権によって設立されたテネシー側、流域開発公社といった例が持ち出され、特に地元議員のフィリップ・ハメルやテレス・フォア・ダミアング・ブシャールがケベック州でも同様の電力事業を強く主張した。その後1939年首相に選出されたアデラード・ゴッドバウトは、州営事業のコンセプトを温めていて、モントリオールライト・ヒート・パワーとシャウィニガン・ウォーター、 アンドパワーカンパニーという二つの主な企業が関与しイギリス系カナダ人の経済的利益や談合によって支配されていた非効率な電力システムを経済的な独裁であり歪んでいた悪質と批判していた。アデラード・ゴッドバウト・モントリオールとノース賞は1943年秋、ゴッドバウト首相はケベック州最大の都市であるモントリオールに電気とガスを供給していた。 MLH&P を管理下に置くための法案を提出した。1944年4月14日、高企業、ケベックハイドロエレクトリックコミッション通称、イドロケベックの設立を定めた第17号法案が、ケベック議会で成立した。この法令は、電気が来ていないか限られている地域において、標準以下の送電網を修復し農村電化の、早急な実行するために、 モントリオール地域において電力とガスの供給を独占する新たな公共事業体の設立や次の日の1944年4月15日に MLH&P は毎週急激に伸びる電力需要に応えるために今後の数年で600メガワットの発電能力を早急に増やす必要があったため経営方針を速やかに転換した。 1948年、イドロケベックは14番目の発電所をし、その後、セントローレンス川のコートノール地域にある、ホレストビル近くのベルシミ川に目をつけ、モントリオールから 700km 東に1953年から1959年に、かけてベルシミ第一発電所とベルシミ第二発電所を建設したが、設立間もない企業にとって、資金石になったと考える人も多い。 また、ケベック州北部における次の30年間以上、行われた大規模開発の事前調査も行った。モーリス・デュ・プレシ時代に始めた他のプロジェクトには、ボー・アルノア発電所の第二期更新工事や、オタワ川でのカリロン発電所建設がある。1944年から1962年にかけて、イドロ・ケベックは、 発電容量を616メガワットから3661メガワットと6倍に増やし、モントリオール地域の住宅向け電気料金を半分にした。静かなる革命イドロケベック初代ロゴモントリオールのイドロケベックビル入り口にあるルネレベックの共造1960年に静かなる革命が始まってもダムの新規建設は止まらなかった。それどころか若手で、 情熱的な水資源大臣による指導のもと開発をさらに推し進めることにつながった。かつてテレビレポーターを務めており、ジャンルサージ内閣にとって善意の閣僚とされた38歳のルネ・レベックは、ケベック自由党党首のドリームチームの一環として、イドロ・ケベック担当大臣に任命された。レベックは、早急に進行中の建設を継続することや、 ケベック州の発電、配電事業の多くのシェアを持つ残存する私企業11社を合併して国有化することを承認した。1962年2月12日、レベックは国有化のためのパブリックキャンペーンを始めた。ケベック電力事業協会の演説では、電力業界を露骨に信じられないほどのコストで混乱していると発言した。その後、 住民の支持を集め、公営化反対の先方に立っている、シャウィニガン・ウォーター・パワー・カンパニーの主張を論破するために、各地域を遊説した。1962年9月4日から5日にかけて、ケベックシティ北部のフィッシングキャンプで、ワーキングリトリート館の計画を推し進めるため、リベラル派の内閣同僚を説得した。この議論は、メイトラシェヌと名打ち2年早く行われた。 解散総選挙間でのリベラルなアジェンダ以上に関心を集め、ケベックナショナリズムの強い定流を持つものだった。ルサージ内閣は1962年11月14日に再信任され、レベックは計画を推進することになる。1962年12月28日午後6時、イドロ・ケベックは敵対的買収を実行し、11社の株式を 市場価値に少し上乗せするセット価格で全て内収した。数週間の買い付け後、経営陣は自社の株主に、州政府による6億400万カナダドルの提供を承認することを申し入れた。11社買収に加えて、ほとんどの共同、自治体所有の施設を、イドロケベックの既存所有施設に引き継ぎ統合を行ったことで1963年5月1日、 ケベック州最大の電力会社になった。ジーンルッサ発電所。かつてはマニック第二発電所という名前で1961年から1965年にかけて建設された1963年の買収に続いて対処すべき問題が3つあった。まずはじめに様々な形で荒廃している状態である数十のネットワークを標準化やアビティビのシステムの 大部分を 25Hz から 60Hz に更新するために既存の仕組みに新たな子会社をシームレスに取り込むために再構成する必要があった。現在の企業ロゴはモントリオールにあるデザイン会社ギャグノンバルカス社が1960年にデザインした。マニクータルドを1959年マニクータルドプロジェクトとして 世界最大の水力発電ダムになった幅1314メートルのダニエル・ジョンソンダムを含む7基の水力発電複合施設の建設に1000人もの作業員が参加した。マニクアガン川やウタルド川での建設は1978年に完成、同時にウタルド第二発電所の稼働も開始した。しかし、これらの大規模プロジェクトは経済的なやり方で、 ケベック州南部の都市中心部から 700km 離れた発電所が発電した大量の電力の送電に関し数年で企業技術者が占有する新たな問題を引き起こした。ジャンジャック・アルシャンボーという若手技術者が既存のよりはるかに高い電圧である 735kV の送電線を敷設する計画を提出、同僚や 大手機器メーカーを粘り強く説得した結果、1965年11月29日に7 3 5ルト送電網の商用利用が始まった。チャーチル滝1963年にシャウィニガンウォーターパワーカンパニーとその子会社数社を買収した後、イドロケベックは銀行と実業家のコンソーシアムであるブリティッシュニューファンドランドコーポレーションリミテッドが進めていた。 ラブラドール地方にあるハミルトン滝で計画されている水力発電所の20%の権利を取得した。数年にわたる困難な交渉を経て、1969年5月12日に発電所の建設に出資するための取引が成立した。この協定は、イドロケベックが1アワーあたり1000との25%で2016年まで。 1kWh あたり0.25425セント、契約の最後の25年間は0.2セントと、定めた、抵抗アペイに基づき発電所からの電力のほとんどを、買い取ることやリスク共有を定めた内容だった。イドロケベックは発電所を所有している、チャーチルホールズ・ラブラドール・カンパニー・リミテッドの株34.2%を、取得することを引き換えに、金利のリスクの一部を請け負い、 ブリンクの負債を買い取った。1971年12月6日にチャーチルだき発電所が最初に発電した量は5428メガワットだった。1974年6月にチャーチルフォールズラブラドールカンパニーリミテッドの11機のタービンはフル稼働している。しかしニューファンドランドにあるジョイスモールウッド率いる。 ニューファンドランドラブラドール自由党は1972年にフランク・ムーアズ率いるニューファンドランドラブラドール新法保守党にとって変わられた。オイルショックの影響により契約条件の不満を持つようになったニューファンドランドラブ、ニューファンドランド政府はその後契約再開をイドロケベックに求めたが需要を理由に拒否された。二つの隣接する習慣の長期法廷闘争後、 1984年と1988年にカナダ最高裁判所は契約の有効性を二度に渡って認めた。ジェームズ・ワン・プロジェクト・ロベール・ブラッサ発電所の放水路はセントローレンス川の2倍の水量が流れる。1979年に稼働した5616メガワット規模の発電所は、 ジェームズ・ワンプロジェクトと称する発起で構成される水力発電所網の中心となっていた。1970年4月の選挙からほぼ1年後、ロベール・ブラッサ州首相は10万人の雇用を創出すること掲げた選挙公約を実現するためのプロジェクトを立ち上げた。1971年4月30日。 熱狂的な自由党支持者の群衆に対して、ジェームズ・ワンに1万メガワット規模の水力発電所を建設する計画を発表した。3つの可能な候補地の評価を経て、イドロ・ケベックと政府は、ラグランデ側にロベール・ブラッサ発電所、ラグランデ第3発電所、ラグランデ第4発電所といった3つの新たな発電所を建設することを決定した。 厳格かつ遠隔的な設定でのこのような公共事業によってもたらされた第一に挙げられる技術的及び論理的な課題において責任者であるジェームズ・ベイエナジー社長のロベール・エボイドが建設予定地の地域に居住している5000人のクリー族がこのプロジェクトによって自身の伝統的な生活が守れなくなるという理由で反対運動を起こしたことに直面したことだった。 1973年11月、クリー族たちの訴えによって、ダム建設に必要な基本インフラ建設の仮差し止めが認められブラッサ政権は、クリー族たちとの交渉を余儀なくされた。2年にも及ぶ難しい交渉の末、1975年11月11日、ケベック州及びカナダ政府、イドロケベック、ジェームズ・ベーナジー、クリー族評議会は、 ジェームズ・ワンと北ケベック合意に署名した。この合意は、プロジェクトの継続と引き換えに、クリー族の金銭的保障及び教育と医療に関するサービスを行うことを定めたものである。延伸工事期間だった19 1979年10月27日に、LG- マイナスに発電所が稼働を開始、最大発電量5616メガワットは、 この種の発電所としては世界で最も高い発電量だった。この発電所、ダムと関連する貯水池はブラッサ首相を称え、彼の死後1996年10月に解明された。プロジェクトにおける第一段階の建設は1982年に LG-3 が LG-4 が1984年5月27日にそれぞれ稼働したことで、 一区切りとなった。第二段階では1987年から1996年にかけてさらに LG-1、LG-2A、ラフォージン1、ラフォージン2、ブリセイといった5機の発電所を複合体として建設した。持続的な成長を遂げた20年間の後、1980年代終わりから1990年代にかけて、 イドロケベックは多数かつ困難な問題に直面した。新たに建設したジェームズ・ワンの発電所における水流での発電量が緩やかに増加していく中で、イドロケベックは電力の建設会社からバイデン会社に変貌していった。1980年代初め、根本的なリストラや合理化を実行するために、D ・コロンブ率いる新経営陣が組まれたが、社員に 四季の低下や極度の緊張がもたらされた。環境問題も顕在化するようになり、ニューイングランドへ電気を送るための新しい水力、発電開発と直流高電圧線の敷設は、クリー族や米家環境保護団体による反対運動に直面した。ニューイングランドに電気を送るためのジェームズ・ワンプロジェクトにおいて、イドロケベックは、 ケベックニューイングランド送電線と称した全長 1200km、送電量 2000MW の直流送電線を計画した。建設はデシャンボーグロディーヌとロトビニエール間でセントローレンス川と交差する地点を除いて問題なく行われた。地元住民からの強い反対に直面したイドロ、ケベックは他の手段として川の真下に全長 4km の セントローレンス川直流送電線交差点トンネルを1億4400万カナダドルで付設したことでプロジェクトの完成が2年半遅れた。結局この送電線が完成したのは1992年10月15日のことだった。グレートホエールプロジェクト1990年代初頭、北ケベックのクリー族はグレートホエールプロジェクトに猛反対した。 イドロケベックとブラッサ政権は、北ケベックにおいて次なる困難を回避することにかなり苦心していた。ロベール・ブラッサは9年ぶりに首相に再選出、就任後間もなく、ジェームズ・ワン地域での新たな水力発電開発を発表。グレートホエールプロジェクトと命名され、126億カナダドルの予算をかけ、合計3160メガワットの発電量で、 都市 16.3TWH 発電する3機の発電所を建設する開発で1998年か1999年に完成するとされていた。しかし、この計画は論争を呼んだ。1973年と同様、クリー族はプロジェクトに反対し、ケベック州とカナダで建設差し止めを求めて、イドロケベックを提訴。 さらに多くのアメリカ合衆国の州で電力の販売を阻止する運動を始めた。1994年の議回選挙から2ヶ月後、新首相のジャック・パリゾーは、ケベック州での電力需要に合わないとして、グレートホエールプロジェクトの凍結を発表した。自然災害による大規模停電1989年3月13日、太陽の爆発が原因で、 ケベック州にて大規模停電が発生した。同じ時期、イドロケベックでは自然災害が主原因である送電網の顕著な障害が3度発生し、その度に対処を余儀なくされた。この障害は電力需要の高いケベック州南部と発電所との間の距離が長いというイドロケベックによる送電網が持つ深刻な弱点を浮き彫りにした。 1988年4月18日午前2時5分、チャーチル滝からマニクアガン地域間の送電を担うコートノール地域にある重要な変電所の危機故障が原因で、ケベック州全域とニューイングランドとニューブランズウィック州の一部地域で停電が発生した。この停電は一部地域で8時間続いたが、アルノー変電所にある変電設備に氷が堆積していたことが原因だった。 一年近く経った1989年3月13日午前2時44分、大規模な磁気嵐が地磁気に変動を引き起こし、送電網の遮断機が作動。ジェームズ・ワン・ネットワークは約90秒の止まってしまい、前回から11ヶ月後に2度目の大規模停電が発生した。停電は9時間続いたため、イドロ・ケベックは地磁気誘導電流を伴う危険性を軽減する。 プログラムの改善に力を入れるようになった。1998年の着氷性暴風雨1998年の北米着氷性暴風雨は140万人のイドロケベック使用者に5週間の停電という影響を与えた。1998年1月5日間連続で発生した深刻な雨表でイドロケベックの歴史上最も大規模な停電が発生した。 氷の重みで南ケベックにある六百キロメートルの高圧電線と三千キロメートル以上の中圧、低圧電線が崩壊、最大百四十万人のイドロケベック使用者が五週間の停電という被害を受けた。モントリオールが停電中、イドロケベックのシンボルはそれでも点灯していた。モンテレジー地域の一部、モントリオール南部は停電被害が最悪だったため、地元メディアや住民から、 暗闇の三角形と揶揄された。氷の量は数箇所で100ミリメートルを超えた。モントリオール島、ウッタウエ地域も停電に見舞われ、多数のケベック住民が暖房に使用する電力に関して重大な懸念が示されるようになった。イドロケベックは即時1万人以上の労働者を動員し、南ケベックにある送電網の大部分の再建に乗り出した。 今回の危機の絶頂となった1998年1月9日、モントリオール島へは単一の電線で供給されていた。そしてケベック州政府は市街地に飲料水を供給するために計画停電に頼らざるを得ない悲惨な状況に追い込まれていた。電気供給が完全に復旧したのは1998年2月7日のことだった。 1998年におけるイドロケベックの嵐による被害額は7億2500万カナダドルで同じような災害への対策として今後数年間かけて電力系統を強化する予算1 0億カナダドルを投じた。しかし一部の運転でモントリオール周辺のループを閉じるために 735KV が必要で過去の環境アセスメントなしで危機の絶頂期の時に 承認したため直ちに反対運動が発生した。イースタンタウンシップス住人は裁判所に送電線を承認する数密院直令を撤回するように求めた。建設作業は議会で着氷性暴風雨の直後に行われた作業を遡って承認する法案を可決した後に再開されたが、プロジェクトの継続には公聴会の開催が必要とされた。 ハイコールデスカントン高圧電線の建設は2002年7月に承認され、翌年作業が行われた。手法は問題増加する電力需要に応えるために、新たな電力源を開発する方針により、グレートホエールプロジェクト中止後に策定した北、ケベックでの新たな水力発電計画を一時、凍結した。2001年9月、イドロケベックは、 モントリオール南西部のボーアルノアニセントレールデュシュホは、発電所という新規のコンバインドサイクルガスタービン、発電所を建設することを発表、電力需要が差し迫っていて貯水池の水循環が不足していることによる影響を抑えるために、電力供給源を追加しなければいけない上、発電所の費用対効果や2年の間で建設することを強調した。しかし、この発表はカナダが、 京都議定書を批准したことによりあだとなった。二酸化炭素を年推定2.25メガトン排出していることで、手法は発電所が実際に稼働すると CO2 排出量がこの地域で3%増加すると予想された。この計画は反発を招き、2004年1月に行われたケベック州住民の住民投票で反対が65%を占めた。 結局2004年11月に、ジャン・チャレスト首相は計画中止を発表した。新たな水力発電開発ルパート側の水路は、ロベール・ブラッサチョスイチへ流れる川の自然流域の経路部になる。1990年代の中断後、イドロケベックは2000年代初期から開発を再開した。最近のプロジェクトには2004年のサンマルグリッド大三発電所、 2005年のトゥルニュス・トゥック発電所、2007年のイーストメイン第一発電所、2008年のペリボンカ発電所、メルシエ発電所、2009年のラピアイコールデイコールコア発電所、シュートアラード発電所がある。2002年2月7日、ベルナード・ランドリー首相とクリー族評議会会長のテッド・モーゼスは、北ケベックに新たな水力発電所を建設することで合意した。 このクリー族、ケベック州政府間新関係村長合意は、ジェームズ・ワン、北ケベック合意における、クリー族へ50年間で総額45億、カナダドルを保障することや、野生動物と森林の特別な保護体制の確立、クリー族の労働者にこの地域で将来行われる、建設で経済的なスピンオフの分前を得ることを保障すると、いった、いくつかの規定を明確にしたものだった。 そしてその代わりに、クリー族は1993年3月に政府が建設したイーストメイン第一発電所のようなこの地域での新たな建設に反対しないことや、ロベールブラッサ貯水池に流れるルパート川の位置、部分水路において自然、社会環境の保護を定めた数ある規定を遵守することを承認した。 最初の480メガワット発電所の建設が開始されたのは2002年春で建設現場と80キロメートル離れたネミスコ変電所と道路でつないだ。さらに発電所はイーストメイン側の砂岸に建てられたが幅890メートル、高さ70メートルのダムと33カ所の小規模ダム、放水設備を必要とした。イーストメイン第一発電所に備えられた3台の 発電機は2007年春に稼働を開始、年間発電量は 2.7TWh である。イーストメイン第一 a 発電所と去る、セル発電所の2カ所の新規発電所は、ロベールブラッサ貯水池に流れるルパート川の1、部分水路で2007年から2011年にかけて、建設され2012年に完成した。これらのプロジェクトは、 ケベック州の2006-2015年版エネルギー戦略の一環である。この戦略では4500メガワットの新規水力発電を開発することを明記しており、その一環として2009年5月から建設が進められている1550メガワットのロメイン川複合発電所、4000メガワット規模の風力発電、電力輸出の増加、新たな エネルギー利用効率化プログラムの実行が盛り込まれている。2004年の水力発電タワーテロ2004年、アメリカ合衆国大統領ジョージ・ダブルー・ブッシュがカナダを訪れた時、カナダ・アメリカ合衆国国境近くのイースタン・タウン・シップスにあるケベック、ニューイングランド送電線の塔が爆破によって損傷した。CBC は、レジスタンス・インターナショナリストからのとされる声明を報じ、 ラプレス氏や、ルジャーナルド・モンレアル氏、キャック・ラジオも取り上げた。その声明では、アメリカ合衆国が、ケベック州の資源を略奪していることに抗議するために、犯行に及んだと表明している。宴会州への進出失敗2009年10月29日、ニューブランズウィック州知事のショーン・グラハムと、ケベック州首相のジャン・チャレストは、ニューブランズウィックパワーが持つ資産のほとんどを、 イドロケベックに売却する了解覚書に署名したが、論争を招いた。47億5000万カナダドルでこの公社が持つ、ほとんどの発電、送電、配電に関連する資産を、ケベック電力事業主会社に譲渡する合意だったが、さらに企業向け電気料金をイドロケベック並みに引き下げることや住宅、商業地域の料金も5年間据え置くことを規定していた。しかし、 この取引はニューブランズウィック州で大きな反発を招き、2つの州では売却は原子力発電所と水力発電所に絞ることに変更した。2回目の合意では送電、配電に関する資産はニューブランズウィック州が保持し続け、NB パワーの一般使用者の電気料金を5年間据え置くために、イドロケベックとの長期間の売電契約を締結することになった。 しかし、企業向け電気料金の値下げ額は、当初の了解覚募描きと比べて、小さくなった。さらに2回目の取引は反対運動の高まりによって、失敗に終わり、2010年3月24日、グラハム知事は、ダムのセキュリティや水位などいくつかの側面の想定外な、リスクとコストといった移ケベックによる懸念が原因だと述べた。 2008年時点のイドロケベックの発電所と主な送電網北米の公共事業と同様、イドロケベックは1990年代以末にアメリカ合衆国における電力自由化を受けて再編成された。未だに垂直統合企業ながら、イドロケベックは発電、送電、配電それぞれを扱う事業単位を子会社として独立させた。送電部門であるイドロケベックの送電網、 トランスエナジーはアメリカ合衆国連邦エネルギー規制委員会が発した議事第888号を受ける形で最初に独立した子会社として1997年に設立された。再編成はイドロ・ケベックのアクト・リスペクティング・ザ・ラジ・デエル・エナージとして改正された第116号法案が成立した2000年に完了した。電力の ヘリテージプールの分離と創設は、メルルリンチの調査による推奨が反映されるシアン、ブシャール政権によって承認された。2000年1月のレポートは特に家庭向けに、州全体で均一で安定した低価格を定めた、ケベックソーシャルパクトを維持しながら、大陸的な傾向にあった、電力市場における規制緩和の方法を模索する、ことを目的に作成された。 2000年に発電部門をイドロケベックプロダクションに配電部門をイドロケベックディストリビューション2乗と年間のヘリテージプール 165TWH までに損失に備えた 13.9TWH や保証最大発電量34,342メガワットを含む補助的なサービスを加えたエネルギーのヘリテージプールを年間 165TWH まで引き上げ キロワットアワーあたり2.79カナダドルで提供することが議会で承認された。また、議会での議事第1277から2001号では11420から34342メガワットに修正するときに1時間あたり8760メガワット引き上げることを定めている。イドロケベックディストリビューションは必要とする電力とエネルギーの残りを買う必要があり、 イドロケベックプロダクションや風力、火力、小規模水力といった特定のエネルギー源を持つ発電会社といったすべての供給元を対象とした入札を行い、長期契約を結んでいる。例として、イドロケベックディストリビューションは2003年と2005年に1000と2000メガワットの風力発電に関する入札を行った。初期の納入は2006年に始まり、23期の 風力発電を2015年12月までに完成させなければならない契約になっている。トランスエナジーと配電部門は、ケベックエネルギー委員会というサービスコストのアプローチに基づく、州内の家庭、商業、工場向け電力と天然ガスの料金を設定するための行政裁判所で規制されている。この委員会はまた、すべての送電網や千万カナダドルを超える、 設備投資計画の承認権限、サービスと長期供給契約の条件承認、顧客からの苦情対応、電力系統の標準的な安全性と信頼性の設定と実施といった拡張された権限を有している。発電部門であるイドロ・ケベック・プロダクションは委員会による規制を受けていない。しかし、未だに常に新たな建設計画の承認には大規模な 環境調査結果の公表を含む完全な環境負荷プロセスが必要となる。調査結果の公表に続いて、ビューロー D、オードヤンススプブリックスシュール・エル・アンビランモンが公聴会を開催する。イドロ・ケベックの従業員数は2009年時点で23,659人で、このうち技術者が2060人で、ケベック州の企業で最多の技術者を抱えている。 イドロケベックビルディングは、モントリオールのダウンタウンにあるランドマークである。1981年、ケベック島政府は1944年の社会的協定の規約を変更することで、イドロケベックの使命を再定義した。政府は、自身が持つ4374万1090株の価値を、各100カナダドルにし、改正法で、イドロケベックは配当として、 純利益の75%を現在支払うことにした。この改正法、イドロケベック法をきっかけに、イドロケベックを完全、もしくは一部を民営化するべきかどうかの議論が始まった。近年では、モントリオール・エコノミック・インスティチュートという保守的なシンクタンクの関係者である、エコノミストのマルセル・ボイヤーや、実業家のクロード・ガルシアはたびたびこの問題を提起し、 民営化する方がより良い経営ができることや売却による収入で交際を減らせると主張している。他にもケベック民主行動党党首のマリオ・デューモーンは2008年の選挙で簡単ながらイドロケベックの少数株を売却できる可能性について議論を交わした。レガーマーケティングが2008年11月に行った調査でケベック州での回答者の半数が 企業の株式のうち7.5%をケベック州住人や企業に売却する提案に反対だったが38%は賛成だった。かつてケベック党党首だったジャック・パリゾーはギール・パージュのトーク番組でこの問題に触れ、売却は市民の支持を得ていない上、イドロ・ケベック自体ケベックのサクセスストーリーや誇りとみなしていると述べている。過去の様々な民営化提案が 一般市民に多少注目された理由としてリベラルな、中政府は繰り返しイドロケベックを売るつもりはないとしていたためとされている。多くの他のエコノミストのように、ヘック、モントリオールビジネススクールのイワンアレールも民営化に、頼ることなく政府の年間配当額を増やすためには、電力料金値上げが有効と主張している。その他、サグネニアル,ルクオティディエンのバートランドトレンブリーは、 民営化は、ケベック州の天然資源が外国人に非常に安い、値段で大量に売られてしまう状況に陥ってしまうと主張している。長い間トレンブーリーは、ケベック州はほぼ森林、水資源を渡してしまう、バナナ共和国になる兆候があった。さらにこれらの外国人の尻死欲は、地元のハゲタカとつるんで天然資源開発とともに、我々の仕事を奪っていった。と記述している。 ケベック大学モントリオール校のレオポール・ロゾンやガブリエル・サント・マリーといった左翼系の教職員は民営化は高い料金を払っている家庭向け使用者が犠牲になる上住民と政府との社会的協定を裏切ることになり州は最低限の短期的な利益のために選んだ資産を譲渡することによる空売りをしていることになると主張しているマニクアガン側にあるダニエル・ジョンソンダムには マニクダイゴ水力発電所があるイドロケベックの動力減別発電量2011年12月31日時点で、イドロケベックプロダクションは59カ所の水力発電所と26カ所の貯水池と原子力発電所を1カ所管理運営しており、ケベック州のセントローレンス川、ベルシミ川、ラグランデ川、マニクアガン川、オタワ川、ウタルド川、 サンモーリス川を含む430カ所ある流域のうち13カ所にある。これらの発電所で発電、販売する電力の大部分を担っている。水力発電以外の発電所として、総ベース六百675メガワットのジャンティー、原子力発電所があるが、CAND ユーロは2012年12月28日で、運転を、終了、660メガワットのトレーシー、 気力発電所でも重油火力炉が2011年3月に運転を終了しているが2機のガスタービンピーカー発電炉は2011年時点で36,971メガワットの発電量となっている。イドロケベックの平均発電コストは2011年時点で1キロワットアワーあたり2.11セントである。また、ラブラドールにある5,428メガワットの 出力を誇るチャーチルだけ発電所から発電される電力を買っており2041年までの長期契約を結んでいる。2009年、イドロケベックはベーコも近くのマニクアガン川川口にあるマコーミック発電所の権利60%を6億1600万カナダドルでレゾリュートフォレストプロダクツから買収した。2010年時点でイドロケベックが 顧客に販売している電力の供給源は主に水力によるものである。二酸化炭素、二酸化用、窒素酸化物の排出量は北米東北部の産業平均値より30倍から38倍低い量である。近隣市場から輸入している電力はこれらの排出のほとんどすべての責任を伴っている。ケベック州のノースショアにある 未公ア変電所は5カ所の水力発電所から来る 315KV の電力を 735KV に変電している。このトランスエナジーの施設は距離 11422km に及ぶ 735KV 送電網におけるメインノードの一つである。長距離に及ぶ非常に高電圧な送電網を構築し管理している井戸ろ。 ケベックの専門的技術は電力業界で長い間認識されており、イドロケベックの送電部門であるトランスエナジーは北米最大の送電網を管理している。北米電力信頼度協議会のシステムのケベックインターコネクションにおいて独立したシステム管理や信頼できる調整役として北東域電力調整協議会の一翼を担っている。トランスエナジーは ケベック州での電力の流れを管理し、卸売市場全参加者に差別なくアクセスできるように保証している。この無差別アクセス政策は例としてニューファンドランドラブラドールハイドロが送電量を払った上でトランスエナジーの送電網を使ってニューヨーク州の公開市場でチャーチル滝で発電された電力の一部を販売することを可能としている。近年トランスエナジーの コントローラでムーベマン D エナージというシステム制御イニットがラジで得るエナージジュクイベックとアメリカ合衆国エネルギー規制委員会による米下二国間協定の下、ケベック州全体の一括送電網における信頼できる調整役として機能しているトランスエナジーの高電圧網は十キロメートル以上に及んでおり四百二十二 キロメートルの765、735、KV 送電線や514箇所の変電所のネットワークが含まれていて、1850メガワットの最大受電容量と7994メガワットの最大送電容量で隣接する、カナダの州やアメリカ合衆国を17箇所で接続している。インターコネクションランジュイコールガルディアンにある、 歌上変電所の1250メガワットバックトゥ、バック直流送電地点は、オンタリオ州のハイドロワンの送電網を使って、ケベック州の配電網をつないでいる。トランスエナジーの送電網は、イースタンインターコネクションにおいて、隣接地域のとは同期せずに動作している。ケベック州は、北米の他地域と同じ60ヘルツの周波数だが、送電網は、 周囲の送電網と同じ層を使用しているわけではない。そして、トランスエナジーは、他地域と電力を輸出入するためとして、主にバックトゥバックの直流送電変電機に依存している。ケベック州の送電網にある、この機能は2003年8月14日に、北米で停電があった間でも、オタワ川にある5カ所の水力発電所は、例外的に運転され、 オンタリオ州の送電網へ放射的につながっていたためイドロケベック自体には損害がないままだった。新しい1250メガワットのバックトゥバックの直流送電地点はオンタリオ州宗教近くのランジュイコールガルディアンにあるウタウエ変電所で稼働した。新しいインターコネクションも2009年より稼働を開始し、2010年からは 315KV 電線も 完全稼働している。トランスエナジー送電網の欠点の一つとされているのが発電所と主要電力消費値がかなり離れている点である。例として、ラディソン変電所はジェームズ・ワンプロジェクトの発電所とセントローレンス側の南にあるサントラリ近くのニコレット変電所をつないでいるが距離は1 2 0 0トル以上ある。投資2011年。 トランスエナジーは送電網拡張に投入する4億6000万カナダドルを含む13億カナダドルを資本支出として設備投資した。オンタリオ州での新たな地点に加えてケベック州イースタンタウンシップスのウィンザーにあるデカントン変電所とニューハンプシャー州ディアフィールドとをつなぐ新しい1200メガワットの直流送電線とニューハンプシャー州フランクリンに 直流送電変換ターミナルを建設する計画を立てた。アメリカ合衆国側は、ノースウェストユーティリティーズとターが共同出資したノーザンパストランスミッション社が11億 US ドルをかけて建設することになった。計画を進めるために、プロジェクトは、ケベック州とアメリカ合衆国の規制当局から承認を受けなければならず、今回の計画されている。 送電網が稼働するのは二千十五年を予定している。ノースウェストユーティリティーズ幹部のジムロップによれば、ニューイングランドでは、水力発電のみを介する新しい電力線で、地域温室効果、ガスイニシアチブの三分の一を満たすことができると、している。イドロケベックの作業員によるモントリオールでの地下変圧器交換作業イドロケベックディストリビューションは、ケベック州の電気販売において、 ほとんどの電気使用者を抱えており、1 1 2 0 8 9トルの中圧、低圧送電網を管理している。さらにアルマ、アモス、ベーコモー、コアティクック、ジョリエット、マコグ、サグネ、シェルブルック、ウエストマウントといった9つの自治体や、サンジャンイコールバプティストの電気共同組合を除いて、州内唯一の電力共有者となっている。また、 イドロケベックプロダクションが提供する 165TWH のヘリテージプールで発電される電力のほとんどを2.79セント、キロワットアワーの価格で購入するだけでなく、追加の電力は通常一般募集入札を経て長期契約を締結することで購入している。短期的な需要に応じて近隣の発電システムからの電力を市場価格で購入することもある。 さらに、最終手段として、イドロケベックプロダクションは、短期的救援を提供することも可能である。ヘリテージプールからの供給契約は、ラジデールエナージジュクイベックの承認を得なければならず、それに伴うコストは、電気使用者に上乗せされる。2003年に、民間部門の発電事業者と、天然ガスコージェネレーション507メガワットの合意に、2004、 5年に3件の森林バイオマス発電取引2005年と2008年に風力発電に関する10件の契約を2002年にイドロケベックプロダクションと600メガワットのフレキシブルな契約2件を締結したイドロケベックディストリビューションはまた主要電力網につながっていないリモートコミュニティでの発電も手掛けていてバースコートノールの地域社会に電力を 提供するための送電網外の水力発電ダムやマドレーヌ諸島と森市地域とヌナビクにて小規模のディーゼル発電所を23カ所運営している。研究開発イドロケベックが開発した TM4 電機、エンジンモントリオール国際モーターショーにて展示されたイドロケベック仕様の三菱アイミフイドロケベックは過去40年間にわたって研究開発にも多額の 大学による研究への投資に加えて、同社はイドロケベック研究所という大規模な研究所を抱える北米で唯一の電力ユーティリティとなっている。1967年にライオネル・ボーレットが設立モントリオールのリブシュット郊外であるバレンヌに位置している。イレックは年間推計1億カナダドルの研究予算で運営されていて高圧電流、 力学、熱機械力学、ネットワークシミュレーション、キャリブレーションに特化している。科学者や技術者によって行われるイレックでの研究はダム寿命の延長、発電用水車の性能向上、送電網管理の自動化、高圧電線の送電量増加に貢献している。シャウィニガンには別の研究施設として1988年に設立された。 ラボーラトワーでテクノロジーズでエルエナージは事業者顧客のエネルギー効率改善に貢献するために順応させた新製品を開発している。過去20年にわたり研究所は地上輸送の電化に向けた研究開発を行ってきた。現在のプロジェクトにはリン酸鉄リチウムやナノチタネートの革新的な活用を含む電池の材料、電力系統において 電気自動車の大規模展開に貢献できる電気、ドライブトレインの性能向上がある。そして走行距離の延長や寒冷地での性能向上、充電時間の短縮にも力を入れている。しかし、イドロケベックは自身が生み出したいくつかの技術革新が生かされなかったことで批判されている。その一つにケベック州住民の共感を集めた電気ホイールモーターのコンセプトがあり。 1994年にイレック所属の物理学者であるピエール・クチュールが初代試作機を製作した。このクチュールによるホイールモーターの後継機は1998年に独立の形で設立した TM4 エレクトロダイナミックシステムズが現在売り込んでいてフランスのダッソーという例が電気自動車を開発するために取引しており2006年に クリーンの場の試作者が制作された。2009年初頭イドロケベックは、モントリオール国際モーターショーにて、自社開発エンジンが多たモーターズに採用、インディカのデモ車に搭載され、ノルウェーでテスト走行が行われることを発表した。建設イドロケベックエクイップメントという部門は、ジェームズ・ベイ・エナジーという子会社が手掛けている、ジェームズ・ワンと北ケベック合意に基づく地域での現場を除く。 主な建設現場を手掛ける主要建設業者である。ロメーヌ川で4基の水力発電所で構成される複合施設の建設は2009年5月13日に始まり、2014年から2020年の間に完成、運転開始が予定されている。2009年3月、ケベック州首相のジャンシャルが自身の就任演説にて、 州内の水力発電発展を推し進めることを発表した。イドロケベックでも2009年7月30日に公開した2009年から2013年戦略計画で、水力や他の再生可能エネルギーによる発電のさらなる発展を訴えており、具体的には、ジーンルサ発電所とレネレベック発電所、SM-3 プラントの3号機の発電容量を増加することとなっている。 また、コートノール地域にある、プチーコールメカティナとマグパイ、ケベック州西部のアビティビテミスカマング地域にある、タバレット発電所の再稼働に向けて、技術と環境に関する調査研究と地元住民との協議を実行するとしている。海外事業イドロケベックの海外事業は1978年から始まった。自社が持つ配電、発電、 送電のノウハウを売り込むために、イドロケベックインターナショナルという新たな子会社を設立、すでに豊富な専門知識を活用することにしている。25年間にわたって、イドロケベックは海外の送電網と発電に投資しており、チリのトランセレク、アメリカ合衆国のクロスサウンドケーブル、ペリューのコンソールシオトランスマンタロ、コスタリカのハイデロエレクトリカ、リオラジャス、 オーストラリアのマレーリンク、パナマのホルトゥーナ発言書といった実績を挙げている。1999年、セネガル政府が同国の電力会社であるセネレックをフランスにある。また同じ1999年に、イドロケベックインターナショナルは中華人民共和国のメーアパワーカンパニーの株20%を8300万カナダドルで取得。 2004年6月まで所有していた。イドロケベックが持つ専門知識は世界中の数ある水力発電開発企業からの需要を得ていて、三峡ダムではイドロケベックの社員が経営、金融、ダムに関して中国人技術者に指導を行った。しかし、イドロケベックは2003年から2006年にかけて段階的に海外事業から撤退。 利益改善のためすべての対外投資を売却した。これらの売却で得られた収入は、ケベック州政府による、ジェネレーションズファンドという次世代を追う公的債務の負担を軽くするために、州政府が設立した新宅基金に支払われた。ロベールブラスサ貯水池において、ノーザンパイクは貯水池で洪水が発生する前以上に、現在個体数が増加しているが、一方、 ウォールアイの個体数は減少で釣り合っている形となっている。発電、送電、配電施設の建設や管理による環境への影響や、イドロケベックの活動も、例外ではなく、水力発電開発において、施設を建設するときに、現場地域の環境や地元住民に影響を与える。例として、新たな貯水池の開発は、食物連鎖を見出し湖や川の水銀濃度を、 上げてしまうという。これにより一時的に貯水池からの温室効果ガス排出が増加し、停戦の侵食を進めてしまう。加えて、水力発電所は人間の住環境にも変化をもたらしており、高校への新たな障害、伝統的な狩猟場所での洪水、一部の魚類で水銀濃度が上昇したことによる食生活の強制的な変化、 影響を受ける地域において歴史をたどれる貴重な遺跡の破壊、発電所近くに居住する原住民の社会や文化の混乱といった諸問題が生じている。1970年代よりイドロケベックは事業の環境外不正を認識している。1972年にケベック州が環境保護を定めた法律を制定したことで1973年、 ジャック・カルティエ側の警告に用水発電所を建設する計画であるチャンピグニー計画を中止1975年にジェームズ・ワンに関する交渉の末ジェームズ・ワンと北ケベック合意が交わされ事業の見直しを余儀なくされた環境問題への対処としてイドロケベックは1970年に環境保護委員会を1973年9月に 環境管理部を設置した。科学者との協力で研究プロジェクトの推進を交えて、同社が環境に与える影響の研究や測定、影響評価準備、新規及び既存施設の緩和戦略策定を業務としている。北ケベックにある主要な貯水池において1970年から2000年にかけて、トナカイの個体数が増加している。 1970年代終わり、イドロケベックは、ジェームズワンプロジェクトの影響を測定するための観測地点を27カ所設けることで北部の環境に関するデータを大量に得られている。ジェームズワン地域での30年にわたる研究の結果、貯水池の洪水が発生して、最初の5年から10年後に、魚の水域濃度が3から6倍に増加したことが分かったが、 20年から30年後にかけて徐々に初期地に戻ることが分かった。この結果はカナダ、アメリカ合衆国、フィンランドといった他の場所でも実施された同様の研究でも確認されている。この研究はまた魚が人々の主食となっている場合でも水銀は人々に与える影響を軽減することが可能であることや特定の魚類や釣り場所を避ければ 魚の消費量を減らすことなく水銀の影響を抑えられることが判明した。しかし、この事実にもかかわらず、生物の陸生環境から水性環境への転換は大きな変化となっているだけでなく、洪水が移動性でない動物の追放同然の移動や死を招いたり、洪水によって失われた水辺の環境は一部で、流量が減少したことで新たに露出した川岸に、 置き換わっている。貯水池の島における生物多様性は地域や貯水池の水位低下場所にある他の島に匹敵するほど数種類の野生生物がいる。トナカイのような興味を集める移動性動物の個体数は狩猟が行われている場所で増加している。温室効果ガスの排出量も貯水池の淡水後数年間で大幅に上昇するが10年後周辺の 故障と同じ量に安定する。ジェームズ・ワン地域の貯水池における温室効果ガス総排出量は 1TWH の発電ごとで3万トンの二酸化炭素と同等とされる。イドロケベックは自社の水力発電所が排出する温室効果ガスの量はガス火力発電所より35倍、石炭火力発電所より70倍少なく、自社発電所は最高の性能を持つオプションで、 構成されていると主張している。全クリー族コミュニティの中で、地差し日は、ジェームズ・ワンにおける水力発電開発の影響を最も受け、ホート・ジョージ島に住んでいた、クリー族は1980年から81年にかけて、ラグランデ川の左岸にある新たな村に移住した。もう一つの主要な環境問題は、水力発電開発の影響を受けた、地元住民。 特にコートノールのインヌジニア、北ケベックのクリーやイヌイットとの問題である。20世紀最後の四半期に行われた水力発電開発は1950年代から始まった先住民との解決プロセスを加速させるものだった。先住民が定住型生活をとることが増えた原因は先住民によるビジネスの成立、有給労働の導入、新たな貯水池が原因である。 伝統的な狩猟や釣り場所の水害、そしてジェームズ・ワンと北ケベック合意に基づいたコミュニティ自身による社会や教育サービスの運営によるものである。いくつかの先住民のコミュニティ、特にクリー族は、ますます南部の工業化社会に似てきたという見方をしているが、イドロケベックによる1970年から2000年の間でのこの地域における研究をまとめた、 報告書でも指摘されている。さらにこの報告書では、同様の現象は北カナダとスカンジナビアでの孤立したコミュニティ近くに、道路や水力発電所が建設された後にも見られたとしている。しかし、1990年代、大規模な建設プロジェクトが終わったことで、社会問題の深刻化や仕事がない人々の増加が浮き彫りになった。この報告書ではまた、 この地域における将来の経済と社会の発展に関して様々な人々による共同作業によるやる気に強く依存されると結論付けている。手法はプロジェクトへの強い反発で2004年11月に中止が決定した後、新しい CEO であるシェリー・バンダルの下、イドロ・ケベックはエネルギー効率、水力発電、代替エネルギー開発といった自社の責務を再主張した。 それ以降、イドロケベックは定期的に自社が行う新たな水力発電開発において3つの基準を強調している。その3つの基準とは、プロジェクトは費用対効果を実現しなければならないこと、環境に許容的であること、地元住民の好感を得なければいけないことである。イドロケベックはまた1980年代終わりより持続可能な開発を重視し、経済発展。 社会的発展、環境保護の3つの原則をもとにしている。2007年より持続可能性的行動情報の収集と公表を担うグローバルレポーティングイニシアティブに準拠している。そして、環境分野の専門家や管理職を250人雇用し、ISO14001 認証環境管理システムを実装している。 1998年から2011年までのイドロケベックの住宅向け電気料金とケベック州の消費者物価指数の上昇。2010年終わりの時点でイドロケベックには406万195人の顧客がおり、家庭と農場、商業と団体、企業と3つにグループ分けされる。その宅分には公共証明システムや自治体流通システムが含まれる。 この数ある電気料金は毎年公聴会の後にラジで得るエナージで決められる。値段は供給、送電のコストや固定資産の減価償却費、施設の保全、顧客の成長率、利益率に関する規定を含む配電コストが元になっている。ブロック内で異なるすべての料金はケベック集中で均一であり、顧客の種類と消費量に基づいている。べて料金は 住宅、商業、企業顧客間の相互補助効果を軽減している。イドロケベックの商業料金は北米で最も安い。料金据え置きは1998年5月1日から2004年に1月1日まで5年間で、2004年から2010年の間、ラジは値上げを8回行った。総計18.4%に上る。一方で2011年に、0. 4 2012年に0.5%と調整の意味合いで連続して値下げを行った。2010年のケベック州予算にてヘリテージプール電力の緩やかに増加することを受けて2014年から2018年にかけて料金は3.7%上昇すると予想されている。家庭使用者イドローケベックによれば家庭使用者による電力使用の半数以上が電気暖房機の使用だという。 家庭や農業使用者の平均電力消費は比較的高く2011年で年 16,857kWh となっている。これは主な空気や水の温めるのに電力が幅広く使われているためである。イドロケベックは電気暖房機の使用が家庭での電力需要の半分以上を占めていると推測している。電気暖房機の優先使用は 電力需要予測を難しくしているが、環境的利点もいくつか生じている。ケベック州の冬は厳しいにもかかわらず、家庭使用での温室効果ガス排出量は2006年時点で全排出量の5.5%に抑えられており、1990年から2006年にかけてのケベック州における家庭使用での排出量も30%減少している。 電気の家庭利用は年ごとに変動し、気象にも強く関係している。隣接電力網の常識に反して、イドロケベックの電力需要がピークに達するのは冬である。過去の記録では2011年1月24日に37,717メガワット、2009年1月16日に37,230メガワット、2004年1月15日には、 ピークとして36,268メガワットを記録した。イドロケベックの電力量経過程と農業の電気料金には毎日の加入量が含まれ、消費電力量に応じて値段が2段階となっている。料金は発電、送電、配電のコストが含まれ、物品サービス税やケベック州消費税も課せられている。二千十二年四月一日時点で、 使用者は最初の三十日は一キロワットアワーあたり五点三二セントであるが、それ以外は一キロワットアワーあたり七点五一セントとなっている。二千八年時点で家庭使用者の平均月額は約百カナダドルである。電力量計の読み取りは通常隔月だが、請求も隔月である。しかし、同社が提供しているイコライズペイメントプランでは、 家庭使用者は、現住所での過去の電気使用傾向とその場所の平均気温に基づいて12ヶ月の分割払いで年間電気使用料を払うことができる。2007年、イドロケベックはカナダ政府の主導による自治体中のスマートメーター導入から撤退することにした。同社は電気料金を低く抑えるためにはコストがかかりすぎると述べている。その後、 イドロケベックは2年間かけたパイロットプロジェクトとして4都市2000人の使用者向けに使用時間測定を始めた。ラジデルエナージがまとめた報告によれば2010年夏において冬での3段階価格を伴う限界費用の価格設定の影響でエネルギーの節約になると結論付けた。同社は2011年から2017年にかけてアドバンストミトリングインフラストラクチャーを段階的に 導入する予定だという。まずはじめに、メーターのデータ転送、接続、切断や、停電の検出と、電気セットを抑えることに力を入れるとしている。企業顧客昨年にある、リオティントアルキャンのラテリエール精錬所。大規模な企業顧客、時に、夜勤や紙パルプ企業が、ケベック州における電気売却先の40.6%を占める。 一世紀以上にわたって、ケベック州における産業発展は豊富な水力資源によって支えられている。資源の主要な消費元が紙パルプやアルミニウム生産であり、ケベック州における伝統的な産業となっている。2010年、企業はイドロケベックから 68.4TWH の電気を購入しており、同社が州内で売っている。 全電力量の40.4%を占めている。ラトゥークにあるスムールフィットストーン社の製紙工場をケベック州政府は新たなビジネスを誘致し既存のビジネスと融合させるために電気料金を低く抑えている。電気を求める人が出てくるたびに売らなければいけない法的義務があるのにもかかわらずケベック州では1974年より ケースバイケースで企業に大規模な負荷配分を留保する権利を付与している。1987年から2006年までの敷地は175メガワット、2006年から2015年までのエネルギー戦略では50メガワットに設定している。大規模な企業顧客は家庭、商業資料者より低い電気料金を払っているが、配電コストがより小さいためである。 2010年での最も大規模な企業顧客や、L 料金顧客が払った料金の平均は4.66セント、キロワットアワーだが、特別な契約を結んだ企業は3.07セント、キロワットアワーだった。1987年、イドロケベックとケベック州政府は、大手アルミニウム企業である、アルキャンとアルコアとの一連の問題のある取引に関して合意を結んだ。 これらのリスク分担契約は世界のアルミニウム価格やカナダドルの価値といった一連の要因に基づいて電気料金を設定するものとなっている。これらの合意は段階的に公表レートに基づいたものに置き換えるとしている。2007年5月10日、ケベック州政府はアルキャンとの合意に署名した。この合意はリオティントグループとの合併に関わらず効力のあるもので、 サグネとペリボンカの河川における水利権を更新するものである。交換条件として、アルキャンはケベック州の施設に投資し、雇用とモントリオールにある本社を維持することに合意した。2008年12月19日、イドロケベックはアルコアとも同じような合意を交わした。この合意は2040年まで有効で、州内のベーコもベキャンクール、 デシャンボーグロディーヌにあるアルコアが持つ3カ所のアルミニウム製錬所への電力供給を維持したものになっている。加えて、この取引でアルコアがベイ,イコールコモ発電所の発電容量を11万トンに増加する現代化ができるようになり、最終的に総計54万8000トンにするとしている。ラバル大学のジーン・トーマス・ベルナルドとジェラルド・ベランジャーを含む複数のエコノミストは、 政府の戦略に反する大手企業顧客への販売は、ケベック州経済にとって大きな負担だと主張している。2008年に出た記事では、研究者の推定によると、現政喧嘩において、ニューヨーク市場に余剰電力を売った時に得られるお金を考慮した時、アルミニウムの申請連署や拡張プロジェクトでの仕事に伴う州のコストは年間で255,357。 カナダドルから729,653カナダドルの間とされる。この問題は大規模な企業顧客によって論議されており、2000年から2006年までのデータによると電気の輸出量が増加すると輸出価格が下がるという逆の結果になっている点が指摘されている。我々はより輸出することで数少ない有利な点を得られることを発見したとケベック州の 大規模企業顧客を代表する団体のトップであるリュック・ブーランジェは述べており自身の意見の中で変動性が高い電力市場や送電インフラの物理的限界は価格が高くなった時に輸出することで電気の量を減らしているとしているボストンで使用される電気の一部ははるばるジェームズ・ワン地域のダムから送電されているイドロケベックはニューイングランド、ニューヨーク オンタリオ州におけるバルク電力市場での長期の契約や取引の下、カナダやアメリカ合衆国の近隣システムに余剰電力を売っている。HQ エナジーマーケティングと HQ エナジーサービスの2社の子会社がイドロケベックを代表して電気の取引に従事している。2010年の電気輸出売上は10億3400万ドルで、取引量は 23.3TWH だったが、 同社によれば、例外的に少ない取引量だったのにもかかわらず、意外に多かったとしている。純輸出で10億3400万ドルの純利益に 12.5TWH の貯水池純ドローダウンとなった。ほとんどの輸出販売は、現在短期取引だが、イドロケベックは、以前より長期輸出契約を締結している。1990年、バーモント州にある、 配電企業13社と328メガワット規模の取引に上員、イドロケベックからの輸出は、州内の全使用電力の28%を占めている。2010年3月21日、バーモント州にある2つの最大規模の電力企業である、グリーンマウンテンパワーとセントラルバーモントパブリックサービスが、 イドロケベックより2012年から2038年まで26年間225メガワットの水力発電電力を購入する覚書を交わした。この覚書では市場価格の上昇からバーモント州の電気使用者を守るための価格の円滑化を実現するとしている。この契約は大型水力発電を再生可能エネルギーと定義することを条件としている。 再生可能エネルギー法の H781 は、両院で可決され2010年6月4日に、バーモント州知事のジムダグラスによって署名され、成立した。次の契約は、フォーティスインコーポレーテッドの子会社で、オンタリオ州、コーンウォール内2万3000人の電気使用者を要する、コーンウォールエレクトリックと交わされたが2008年に、更新され2019年まで有効となった。 イドロケベックは電気輸出に関して複数の強みを持っており、まずはじめに水力発電に燃料がいらないためコストは化石燃料の値段の変動に左右されないこと、次に同社には需要と供給を合わせるための多くの柔軟性があり、日中は高い価格で電力を販売し、卸売価格が下がった時に自身の貯水池で電力を補充することができる。最後に、 家庭やオフィスでのエアコン需要で電力ピークが夏の非常に暑い日となる近隣のシステムと異なり、ケベック州における電力のピークは暖房需要により冬となっていることである。バラク・オバマは2008年の選挙で再生可能エネルギー、温室効果ガスの排出量取引、電気自動車の普及を訴えたことは、イドロケベックにとって良い材料となった。近隣のシステムにおける 以前の短期販売政策が成功したにもかかわらず、ケベック州政府は、ジェームズワンプロジェクトでの試運転後に、イドロケベックにアメリカ合衆国の配電企業との長期販売に力を入れた新たな戦略計画を練るように求めた。この新たな計画は2009年7月に公開された。イドロケベックは2012年の10月、11月に発生したハリケーンサンディを受けて、 ニューヨーク都市圏に作業員を派遣した。ありがとうございます。